上着種。上着種、上位種、A、アペンドモマは、脳や、脊髄の組織の中に、悪性腫瘍、癌ができる疾患である。神経にかわ種の一種。脳は、記憶や学習、運動、感覚、感情などの生態機能を制御するための器官で、脊髄は、全身の大部分の神経と脳とをつないでいる、神経繊維の束である。 脳を形作る細胞を、グリア、神経にカワ細胞と言い,い、そのグリア細胞が主要化したものをグリオーマという。グリア細胞には、星細胞、とぼし突起ニカワ細胞、上着細胞、脈絡層細胞などがあり、上着種はこの中の上着細胞から発生した主要で、グリオーマの一種である。上着種は、頭蓋内に発生するものと、脊髄に発生するものがある。 両者に組織学的な相違もあり、臨床的には大きく異なる。ここでは、そのうち図外内、特に小児の上着種について記述する。上着細胞とは、脳の中の髄液を作る脳質という場所の表面を覆っている細胞で、上着種はこの細胞が主要化したものである。また、図外内には、大脳と小脳を隔てている膜、小脳テントがあり、その膜より上、 大脳側に腫瘍がある場合は、テント上腫瘍と呼び、膜より、下、小脳側に腫瘍がある場合は、テント下腫瘍と呼ぶ。上着腫は、約40%が、テント上、側脳室、第三脳室、大脳半球に、約60%が、テント下、第四脳室に発生すると言われている。腫瘍が大きくなると脳を圧迫して、神経症状が生じる。また、 使用によって、髄液の通過障害をきたすことがあり、溜まった髄液によって脳質が広げられて、水頭症を起こすことがある。頭蓋内の圧力が上がると、頭痛、嘔吐、意識障害などが起こる。さらに進行すると貯留した髄液のために脳幹が圧迫され、呼吸が止まり死亡する危険もある。上着種は15歳未満の小児に好発する。診断時の平均年齢は5から6歳。 3歳未満で発見されるのは25から40%である。日本農種用統計によると、原発性脳腫瘍のうち、上義種の頻度は0.8%、体系生成上義種は0.3%であり、小児に限れば、上義種の頻度は4.5%、体系生成上義種は1.8%である。原因は不明である。発生率に人種間の差はなく、精査もない。 腫瘍がテント状にできた場合と、テント下にできた場合とでは、症状が異なる。テント状、大脳半球にできた場合は、頭痛、嘔吐、痙攣、転換発作などのほか、大脳に特有の脳機能障害が起こる。手足の麻痺、知覚障害、失語、視野欠損、字が書けなくなる、計算できなくなるなどである。一方、テント下、 第四の室にできた場合、上記の頭蓋内圧上昇による症状のほか、小脳失調による運動失調や、脳幹、脳神経障害による顔面神経麻痺、眼球運動障害、嚥下障害、左生、声がかすれる、咳が出せないなどの症状が出る。コンピュータ断層撮影では、単純 CT では、脳実質と等稿吸収値を示し、石灰化を伴っていることがある。 テント上では脳法を形成していることがあるが、テント下の場合は、ほとんどが、充実性である。造影効果は、中等度で、均一、または、不均一に強調される。各磁気共鳴画像法では、一般的には、T1 強調画像では低信号、T2 強調画像では高信号を示すが、不均一な信号強度を示すことも多い。ガドリニウムで増強される。 血管増栄、磁気共鳴血管画像、マ、ま、ラでは、主要血管は認められないことが多い。画像検査では、脊髄破種が認められなくても、髄液細胞診で、主要細胞が見つかることもあるので、髄液検査を行う。髄液破種は稀だが、破種している場合は、治療が困難である。ただし、水頭症になっている場合は、 髄液採取のための腰椎染子は脳ヘルニアを発生させる危険性があるので注意を要する。上シ種の病理検査は核は類円形や楕円型で異形に乏しく核分裂像も少ない。典型的な初見は血管主位性ニセロゼットや上着ロゼットがある。ニセロゼットは血管に向かって主要細胞が細胞突起を長く伸ばして配列したもので上シ種では ほとんどの場合で認められる。一方、上着ロゼットは、関空を囲む上皮様細胞配列のことで、上着種に最も特徴的な構造であるが、実際に認められることは少ない。小児脳腫瘍の病理学的診断は難しく、特に専門知識を持った神経病理医が診断するべきである。さらに、各細胞質比、各数並びにアリート分裂増収。 および各位経度などに基づいて、上義手と体形生成上義手に分けられる。臨床症状から脳腫瘍が疑われた場合、CT や MRI 検査を行う。水頭症がある場合は、まず先に水頭症に対する緊急手術が必要になることがある。各種検査の結果、上義手が疑われた場合、通常は手術が行われる。適切した。 主要組織の病理検査を行い確定診断となる。上着種の鑑別診断としては、髄芽種、性細胞種、医療機械種様、流用門筋腫瘍、AT、RT などとの区別が問題になる。その病理診断によって治療法や予後がかなり異なるので、診断は非常に重要である。主要的質だけでも良好な結果であったという報告があるが、 上着種の治療は、手術による摘出が原則で、術後に放射線治療を行うのが一般的である。化学療法の効果はまだはっきりとは分かっていない。上着種の手術においては、可能な限り腫瘍をすべて摘出することが重要である。しかし、過去の治療成績の報告を見ると、実際に全摘出できている割合は42から62%に過ぎない。 テント上上着手の全摘出は比較的容易であるが、第4脳室の上着手を脳幹や脳神経を損傷せずに摘出することは困難な場合がある。現在では顕微鏡を用いて摘出術が行われるが、さらに医療用、ナビゲーションシステム、日本では高度先進医療を用いている施設もある。全摘出の率があまり高くないにもかかわらず、 セカンドルック手術はあまり行われてこなかったようである。しかし、上着手の治療がうまくいくかどうかは、手術によって全摘出できるかにかかっている。当然、再手術というリスクを伴うが、可能であれば、セカンドルック手術をしてでも、全摘出を目指すのが良いと考えられてきている。また、初回手術とセカンドルック手術の間に、化学療法を行って、 良い結果が得られたという報告がある。テント上腫瘍ではあまり重篤な神経学的合併症は起こりにくいが、テント下腫瘍では様々な神経学的合併症の可能性がある。第4脳室に発生する上着種の60%は第4脳室の底部から30%は外側の壁から10%が天井から発生する。底部とは 脳幹側のことであり、そこから発生した場合、適質によって脳幹にある神経が障害されてしまうことがある。顔面神経麻痺や眼球運動障害、呼吸や塩化障害などの可能性がある。さらに、物が飲み込めなくなると、食べ物が間違って気管に入り、気管支援や肺炎の原因になったり、咳ができず、痰が切れないと、窒息など生命に関わるような、 重篤な症状が起こり、胃療増設や、気管切開という治療が必要となることがある。また、手術で小脳を触った場合、小脳性の無言症が発生することがある。無発語、無関心、上動不安定、体を動かすことの拒否などの症状である。これらは、手術の数時間後に明らかになって、数週間続くが、通常は自然に治ることが多い。 術後の画像評価で腫瘍をどれだけ取り切れたか適出度を3つに分類することがある。実際には顕微鏡を用いて摘出を行っても完全な全摘出は難しくミクロの細胞レベルでは腫瘍が残存していると考えられる。ただしテント上腫瘍で周りの正常組織をある程度含めて切除した場合は完全な全摘出と言える。従って 現在北米で行われている臨床試験、口術では、テント上上着手で GTR できた場合は、放射線治療も化学療法も行わず、経過観察のみとされている。上着手の治療において、手術単独より放射線治療を併用した方が、治療成績は良く、また、染料依存性に効果があると言われている。髄液波種は稀で、 全能全脊髄に照射するメリットは少なく、現在では、局所照射のみで良いと考えられている。従って、局所に限局して、抗線量を当てることができて、かつ正常組織への線量を低減できる方法として、3時、元原体照射や強度変調放射線治療などが発展してきており、実際に行われてきている。また、3歳未満の子供に放射線治療を行うと、 知能障害などの晩期障害が重篤になるため可能な限り避けられてきた。しかし最近の研究ではカンフォアマルテクニックを用いて放射線治療を行い3歳未満の子供でも IQ の低下をきたさずに良い治療成績が得られているという報告もあり最近ではカンフォアマルな照射テクニックを用いて54から 59.4G 当てるのが良いと考えられている。 一般的に、小児の脳への放射線による障害には、知能低下、聴力低下、死下部や、下水体に放射線が当たることによる内分泌障害、成長ホルモン欠乏など、脳血管障害、脳梗塞など、髄膜腫や、神経に皮芽腫などの二次元の発生、白質脳症などが知られている。また、最近、小児脳腫瘍に対してもイムトが行われるようになって、きたが、 頭蓋骨や顔面骨の成長障害、変形などの報告もあり、新しいテクニックについても、さらに評価が必要である、脳腫瘍に対する意務とは2008年4月の保険改定で保険診療に認められた。従来、上着種は抗がん剤に抵抗性であると考えられてきたが、いくつかの抗がん剤に反応を示すことが分かってきた。単剤ではシスプラチンが最も有効と考えられ、 次にカルボプラチン、他に、蛍光エトポシドやイリノテカン、蛍光メソトレキセートなどの有効性も示唆されている。現在、実際には、シスプラチン、カルボプラチン、エトポシド、ビンクリスチン、シクルフォースファミドのうち、数種類が併用されることが多く、様々な臨床試験が試みられている。しかし、放射線治療を行わずに、化学療法だけでは、治療成績が、 悪いようである。化学療法の副作用では、骨髄抑制による貧血、白血球減少による免疫力の低下、血小板減少による出血傾向などに対して特に注意が必要である。その他にも、脱毛、大き、凹凸などの消化管障害、粘膜障害など、使用する化学療法剤によって主旨な副作用がある。 例えばシスプラチンは多量に用いると難聴の原因となったり、エトポシドも投与方法を誤ると二次性の白血病を誘発したりする。また、放射線とメソトレキセートを併用すると不可逆的な白質脳症が発生することがある。現在臨床試験などでは、上義種に対して多剤併用化学療法が行われるようになってきており、 小児の科学療法に深い知識と経験のある小児科医によって行われる必要がある。手術によって腫瘍が適出できているかどうかの適出度が最も重要な予後決定因子である。過去の研究結果をまとめると、全適出できた場合、5年生存率は60から80%で、5年無造悪生存率は51から75%。不完全摘出の場合、 5年生存率は21から47%で、5年、無造悪生存率は0から26%である。年齢も重要な因子で、3歳未満で予後が悪い。北米のチルドレン S、アンコリジーグループの報告では、3歳未満で全摘出できた場合の5年生存率は61%で、アゼン的では30%であった。 そのうち月齢24から36ヶ月の漢字で放射線治療を1年待っていった場合の5年生存率は63%であり、一方、月齢0から23ヶ月の漢字で放射線治療を2年待った場合の5年生存率は26%であった。この研究では、0から24ヶ月の漢字では、点と下に発生している例が多くて、適湿度が低く、また、 放射線治療を遅らせたことが生存率が低い原因であると考えられている。上義種では組織型が上義種の予後に関与するかどうかはまだ結論は出ていない。しかし多くの研究で上義種の方が体系生成上義種より予後が良いと報告されている。最近のコグの研究では上義種の方が体系生成上義種より無増悪生存率は良かったが 生存率には優位差がなかったと報告されている。現時点で真に標準と言えるものはなく、まだまだ臨床試験で治療法を模索している段階である。古具の研究では、組織型と手術での適質度で治療をチャート化している。GTR できた場合、テント上上着手は経過観察のみ、テント状態形成性上着手と、テント下上着手、または、 体系生成上2種は、カンフォアマルレイディオテラピー、局所に54から 59.4G を行う。GTR できなかった場合は、組織型、発生部位に関わらず、化学療法を行う。その化学療法の内容は、ビンクリスチン、カルボプラチン、シクロホスファミドによる第1コースと、ビンクリスチン、カルボプラチン、蛍光エトポシドからなる第2コースである。 科学療法終了後にセカンドルック手術するかどうかを検討し、セカンドルック手術をしてもしなくても、カンフォアマルレイディオテラピーを行う。日本小児脳腫瘍コンソーシアムでは、3歳以上の患児は GTR できたもののうち、テント上の場合、上着手は経過観察のみ、体形生成上着手は局所に 54G を照射した、後経過観察する。下の場合は、 上義種、体系生成上義種に関わらず3コースの化学療法、シクルフォスファミド、シスプラチン、エトポシドを行い、54G を局所照射。GTR できなかった場合は、原発部位や病理組織に関わらず、まず1コースの化学療法、同じ内容を行い、その効果を判定。残存腫瘍に1 0以上の縮小があれば、 同様のレジメンを4週ごとに4校追加し、最後に 54G を局所照射する。第1コースのレジメンによる縮小が10%未満の場合は、一旦初期治療を終了し経過観察とする。3歳未満の場合でも、3歳以上の方法に準じるが、局所照射は3歳に達するまで待機することを原則とする。なお随幕派手や、 脊髄転移がある3歳以上の上2種は、小児髄菓子、んとに対する多剤併用化学療法と、減量放射線療法の第二小試験に、3歳未満の場合は、乳幼児髄菓子、んとに対する多剤併用化学療法及び、大量化学療法の第二小試験の対象となる。ほとんどの場合、使用がもともとあった部位に再発する。再発に対する治療としては、 手術、放射線治療、化学療法などを、個々の状況に合わせて行うしかない。低位放射線治療や経口へとポシドなど、ある程度の効果があったという報告は散見されるが、再手術の場合は、神経損傷などのリスクも高く、また、一度放射線治療や化学療法を行った、腫瘍は、再発の際、それらに抵抗性を持つと言われている。現在のところ、 上着手が再発した場合の使用コントロールは難しいと言える。従来、上着手は放射線治療や化学療法の反応が悪く、組織学的な悪性度は高くないが、局所再発しやすく再発した場合の使用コントロールが困難で、臨床的には悪性度が高いと考えられてきた。しかし、現在、手術主義や技術が進歩し、全摘出できることが多くなり、また、 放射線治療においても、機械や技術が進歩したことにより、正常組織への影響を減らし、活行線量を当てることが可能となってきた。従って、今までに報告されてきた治療成績や用語よりは、今後報告されてくる治療成績は、もう少し期待できるものになってくると予想される。しかし、他の小児の腫瘍でも言えることであるが、上シュ自体が稀な疾患であるため、 他施設共同研究で計画的に臨床試験などを行い、今後もさらなる治療法の開発改良を図る必要がある。また、小児脳腫瘍の治療においては、手術、放射線、化学療法を併用した修学的治療が必要である。したがって、脳外科医、小児科医、放射線医、病理医が存在していることが最低限必要であり、かつ、それぞれが 高度のレベルを有していることが求められる。さらに、場合によっては、リハビリテーション科、眼科、自鼻科、歯科が必要となることもある。しかも、各科の医師が存在するだけでは、不十分であり、各科が真に連携していることが求められる。また、初期治療が終わって、かなり経ってから再発することもあり、長期間にわたる経過観察が必要で、継続的にフォローできる体制が必要である。 それ以外にも長期間の入院が必要となることから、院内学級、家族のための長期宿泊施設、ボランティアなどによる援助、心理的支援など求められる条件は限りがない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。